皆さん、こんにちは。サラです。えー、今日は、えっ、ー、と、ウォザさんの2023年の流れをタロットで占っていきたいと思います。えー、っと、2022年はどんな年でしたかね、私はなんかこう、やっぱりコロナがいつまでも続きすぎて、もう早くいい加減に緩和してほしいなと思い、思ってます。まあもちろんね、賛否両論あると思いますけど、 うん、もう外国ね欧米のようにね入国制限もなしにしてマスクもなしにして、まあ、自由なねコロナ前の生活に早く戻りたいなって思いますね。まあ、安倍さんの銃撃事件とかねあのウクライナ侵攻とか本当に不幸な出来事もあって、まあ、物価もどんどん上がって生きづらい まあ、世の中になってきてるなとは思いますがまあね、あのー、年末に近づいてこうサッカーワールドカップがあってサムライブルーの活躍で、まあ、本当にこう一瞬ねすごい活気づいたなって思うのでうんなんかこう一年を通して、まあ、最後にそういういい出来事があってよかったなとすごくあのー。 選手の方たちには感謝ですね、うんまあ、来年はまたねあのラグビーワールドカップがフランスで開催されるので、まあ、またそこでねあの一丸となって盛り上がれたらいいなと思います。はい、では魚座さんの2023年見ていきます。 はい見ていきますはいこういう展開ですはい 大座さんの年の年流れはこういうい展開です、えー。ルマットが戦車に向かっていってるっていうのはもう自分らしく自由に行動していくことで成功するっていうカードなんですね。で星のカードと力のカードが逆向いてるのはさらにそこで自分の感情もしっかりとコントロールすることができればもっと自分の魅力を発揮して 人を癒すこともできるしまた自分を助けてくれる人も現れるでしょうというねそして自分を助けてくれる人も現れて天からのご褒美も受け取ることができるというねそういう流れのカードになってますなので2023年大座さんは自分らしく自由に行動すればもういいことが起きますよっていうカードになってるんですが 途中でその自分のね気持ちをコントロールできなくなるっていうことのないようにあまりハードルを上げすぎないようにすることが大切になってくるんじゃないかなと思いますありのままの自分でありのまんまの行動をしていくことで神様からのご褒美がもらえるっていうね、まあ、そういう2023年になるんじゃないかなと思いますということで 大座さんの2023年の流れは以上になります。参考にしてみてください。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、またリクエストがあればお寄せください。